エンチャントは1989年に結成されたアメリカ合衆国のネオプログレッシブロックバンドである。その音楽は野心的な歌詞とメロディ、そして調和の取れた実験が特徴となっている。エンチャントの起源はバンドがメーデーとして知られていた1980年代の終わりにまで遡る。1993年に彼らはアルバム ブループリント・オブ・ザ・ワールドを録音するためにスタジオに入った。これはポール・エシミットによってプロデュースされた。そのプロデュースに不満を持っていたバンドはマリリオンのスティーブ・ロザリーにダグラス・オットとポール・クラディックと共同プロデュースを手伝ってくれるよう呼びかけた。ロザリーはいくつかのギターを追加し、いくつかの曲をリミックスした。ドイツの小さなレーベル。 ドリームサークルがこのアルバムの権利を確保していた。バンドは1993年にヨーロッパをツアーし、アルバムはその後拡充されたブックレットとファーストアルバムからのデモを含む2枚目のディスクをつけて再リリースされた。アルバムウーんデドは新しいファンを引きつけるのに役立った。アルバムタイムロストはドリームシアターとのツアーのためにリリースされた。 4つの新曲と未発表曲を収録したものとなっている。アルバムブレイクはスポックスビアードや後にマリリオンとのステージでライブプロモーションされた。これらのアルバムは彼らのファーストアルバムからの旅立ちを示していた。アルバムジャグリング級ワードロッピング10は2000年にリリースされた。このアルバムの完成後、二人のバンドメンバーが脱退した。アルバムブリンクオブアンアイと タグオブボーはシリアスなバンドとしてのバンドの地位を強化した。これらのアルバムはスポックスビアードとカリフォルニアギタートリオと一緒にドイツでツアーするためのバンドの道を開いた。1993年にまで遡る20曲以上を収録したライブアルバムライブアットラストは2枚組 CD と2枚組 DVD のセットとしてリリースされた。バンドは長い活動休止の後 2014年にリリースされたザグレートディバイドというタイトルのニューアルバムを録音した最新メンバー級メンバーありがとうございます。